神王神話は未だ謎が多く残り、その中には消された伝承までもが存在します。今回はレジェンズアルセウス発売直前を迎え、最後の神王神話のピース、神王の三角形についてお話ししていきます。オンジャス、どうもサオでございます。毎日のように公式 LINE にネタバレリークが情報として送られてくるんですけど、めちゃめちゃ迷惑なのでやめてください。導入のテンションで注意すんな。アルセウスさんはぜひともネタバレ中をね、追いやってほしいんですけれども、うちの視聴者はネタバレを楽しむというよりストーリーを楽しむっていうねテンションでポケモンを楽しんでること多いと思うので、まあ、コメント欄にねリーク情報を書くのはやめていただきたいです。ちゅうわけで3回にわたって翡翠地方を絡めて神話を現代的に解釈していったんでございますが、まあ、ディアルガやパルキア、アルセウスが創造神ではない、まあ、それっぽいポケモンだったっていうのが、まあ、古代の人には偉大に見えて、都合よく解釈して神王神話を作ってるんじゃないかっていう考え方を提示してきたんですけれども、これは実はゲーム内の NPC もそのように語っています。それが考古学者のシロナさんです。大昔の人にとっては本当にディアルガやパルキアが時間と空間のシンボルに見えたのでしょうし、心震わされたと思うの。その思いが込められた壁画は多くの人に何かを伝え、いつしか神話を生み出した。どういうプロセスで神話が語られたのかっていうと、カンナギにある壁画、その壁画を見ることによって人々がいろんなことを想像して神王神話っていうものが作られていったんだよねっていう話になります。ではシロナさんの出身はカンナギタウン。カンナギってなんとなく聞いたことありますよね。これがアルセウスの力にまつわる神ナギの笛。カンナギの語源は神ナギなんですね。なのでレジェンズにも神ナギの笛っていう神王様のお使いのポケモンたち、雷動するポケモンですね、彼らを呼び出す力を持つ笛が存在しています。なのでカンナギタウンって結構重要なんじゃねっていうところで、カンナギタウンにあった洞窟の壁画についてお話ししていきます。それでは壁画の昔話。そこには神がいた。それらは強大な力を持っていた。その力と対になるように3匹のポケモンがいた。そうすることで叶えのごとく均衡を保っていた。3匹と3匹の相関関係があるって紐解くことができるんですね。え、なんで？これは公式回答のシロナさんがこう語っています。この壁画、中央の光は槍の柱に現れるパルキアかディアルガを、周りの3つの光は湖のポケモンたち、ユクシー、エムリット、アグノムのそれぞれを表していると言い伝えられてきた。でも私は別の見方もあると思い始めたの。三角形に並んだ点はそれぞれディアルガ、パルキア、そしてギラティナのこと。それらの中心に位置する大きな光が意味するのはこの世界を生み出したもの。まずユーマが心を司るポケモンでした。そして神王にある異文化の教会によると、心というものは何かを生み出す力となっているということだったんですね。つまり2つの三角形が浮かび上がります。ユーマの三角形はこの世界の表側、世界の材料、まあ、つまり肉ですね、肉を作っている部分を司っていて、そしてもう一つの三角形、ギラティナ、パルキア、ディアルガ、こちらは世界の、まあ、骨ですよね。物理的な世界の骨組みを作った三角形、この2つの三角形の相関があることによって世界が生み出されるんだよっていう解釈をシロナさんがしています。カナエって何のことだと思います？三者が相関関係で結ばれている様子なんですね。三者が向かい合った形って言われてます。つまりこれ三角形のことなんですよね。点と点をつなぐと、この3点によるこの支柱って結構非常にバランスが良くて、バランスを取る上で完璧な形をしてるんです。まあ、だからこそ神王の神様っていうのは結構バランスを重視する神様なんですね。だけどまあ神話によるとギラティナが一つの足を欠損させたので世界のバランスが崩れているっていう状態になるんですよね。まあ一応ギラティナさんは追いやられた後でも世界を監視してるので OK って感じでいきましょう。まあこれについては神話上の話なんで本当かはわからないですよ。先ほどのシロナさんの考えにのっとると。で、この三角形っていうものはこれ何度も言ってきてしまったんですけれども、神王地方のマップにも現れてるって話をしましたよね。ユーマの湖、これも3つの点で結ぶとちょうど真ん中が槍の柱になるっていうね、マップにも現れています。なのでこの三角形無視することはできないですよね。別の地方にもあります。それが神都遺跡。ここにはね、三つ舞台というもうそのまま三角形みたいな場所があるんですね。この三つ舞台というものはどういうものなんでしょうか。またまたシロナさんのお話を聞いていきましょう。ここは三つ舞台、アルセウスを祀るために作られた神聖なステージ。
アルセウスの偉大な力を音楽と踊りで表現したと言われているわ。上都地方にはその伝統を受け継いでる人たちがいるわ。これ舞妓藩のことですね。それではここにある密舞台の図形について以前もお話ししたんですが、振り返っていきましょう。密舞台には世界を作り出したポケモンたちが描かれているの。中央の円は全ての源アルセウス。これは空間を司るパルキアの文様。こっちは時間を司るディアルガの文様。そしてここがギラティナ。ここにも紋章が3点あって三角形の舞台になっているよっていうところだったんですけれども、アルセウスだけ丸って捉えてるんですね。三角関係の中に丸があるっていう状態なのがこの密舞台の文様なんですけれども、なぜ丸なんでしょう。この円の中にアルセウスを持っていくと、アルセウスの力の一端、命を作る、分身を作る力を見ることができます。そう、この卵って実は光る円だったんです。命の始まりは円なんです。世界の始まりも円だったんです。だからこそアルセウスは円なんです。神話的なアルセウスの解釈ではなくて、アルセウスというポケモンが実際に手元にいる状態でアルセウスは何を伝えてきたのか。卵はあらゆる命をその中で育むゆりかごであると。私たちの住むこの星も卵のようなもの。卵から生まれた命はやがて燃え尽きて、そして新たな命に再生する。つまり円のように世界や命は循環しているっていうところをアルセウスは伝えたかったんじゃないか。このようにシロナさんは解釈しています。アンノーンの力とアルセウスの力が共鳴すると、先ほどの現象、神都遺跡のイベントのような現象が起きると、言われております。なので随の遺跡にはフレンド、全ての命は別の命と出会い何かを生み出す、そう、終わったり始まったりする命、その命の中にも同じように相関があって、命と命という点はまた何かの点を生み出すんだよと、そういうお話もしております。アルファベットがあった世界が滅びて、またそのゆりかごが循環して新たな世界が作られて、その世界が今のポケモンの世界っていう可能性もね、全然あるんですよね。というわけでございました。4回にわたって神王神話の再解釈をしてきたんですけれども、全てのパートにわたり僕は点と点を置いただけです。その点と点をローズさんのヒゲに置いてペンギンにするかどうかはあなた次第です。レジェンズアルセウス落ち着いたら、またこういったまとめみたいなものも出していこうと思うので、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録することによってレジェンズアルセウスが54倍楽しめる確率が 2% 上がります。それではご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。